皆様こんにちは、オットーの沙織とメイです。はい、というわけでこのオットーピアノコンクールボリューム3サポーテッドバイテクニクスのエントリー締め切りが2月13日火曜日締め切らせていただきました。もうご応募いただいた皆様本当にありがとうございました。はい、今回ね3回目っていうことで、はい、今までのね総応募者数を上回るご応募をいただきました。はい、ありがたいですね。ね、こうやってねだんだんと増えていくっていうのはすごく嬉しいことですね。予選の審査に入らせていただきまして、決勝進出者の発表が2月27日の火曜日となります。なのでそこまではねちょっとご応募いただいた皆様には少しドキドキしながら待っていただくという感じなんですけれども、我々いち早く皆さんのね、はい、動画を見させていただいております。めいちゃんどうでした？あの今回ね初めてそのオットーのピアノコンクールに関わってもらったんですけど、皆さんの推してきた動画っていうのはどのように感じました？なんかすごく、うん、私はピアノを全然弾けないんですけど、レベル高い、びっくりしました。素人でも分かるぐらいレベルが高いなって感じました。なるほど、はい、初級、中級、上級ってありますけど、初級から結構レベル高いよね、はい、そうなんですよね。そうそうそう、はい、曲目が、まあ、いわゆる初級って言われるカテゴリーの中にあるだけで、演奏のレベルとしてはもう中級上級の方とかもいらっしゃるし、はい、本当にお子様も今回多かったんですけど、初級からね大人の方も参加していただいてなので結構年齢層も幅広くない？はい、うん、幅広いですね。幅広いですよね。はい、はい、あと電子ピアノとアコースティックピアノどうでした？どっちも聞きました？そうですね、うんうん、まあ、で電子ピアノはね電子ピアノなりの良さがあって、アコースティックはアコースティックなりの良さがあるので、なんかそれをうまく生かして皆さん弾かれてたので、すごいなっていう、スタジオとかねそういうところで撮ってくださった方もいらっしゃいましたけど、お家のねいつも使ってる電子ピアノとか、いつも使ってるピアノで撮ってきてくださった方がいて、やっぱりそういうの見ると、あ、このピアノでいつも練習頑張ってるんだなとか、なんかその方のいろんなねヒストリーがすごく透けて見えてくるというか、なんかすごくあったかみと皆さんの音楽への情熱みたいなのを感じて、すごく感動しながらね見させていただいてます。決勝進出者の発表があった後に、メジャー一般投票っていうのがね、はい、あるんですけれども、はい、でこれは YouTube で公開させていただいて皆さんに見ていただくんですけど、その後で、それぞれのね級ごとにこの人の演奏いいなとか思った人に一票投じていただくわけなんです、はい、これも結構でもドキドキですよね。そうですね、うんうんうん、プロの目線じゃない視点からの評価になるので、うん、はい、ドキドキですよね。そうですね、まあ、審査員の方は、まあ、プロのピアニストの方、音楽家の方々が揃っているので、そういう方々の目線ではもしかしたら見えないかもしれないところを、ね、一般の方々にねなんか投票を投じていただくっていう感じになるので、ちょっと これもまたね結構ドラマティックな展開があるんじゃないかなって。はい、一般投票を3月12日に開始させていただいて、一般投票のと審査締め切りが4月1日になります。そして結果発表が何日になりますでしょうか？4月13日土曜日ですね、うん、はい、はい、これもねまた動画であの皆様に結果の発表をさせていただきます。というわけでね、今2月の18日ですかね、これから少しロングスパン2ヶ月かけてあのコンクールを皆さんと一緒に楽しんでいけたらと思っています。これからもねどん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 決勝進出者一般投票いろいろ動きがありますので、目を離すことなくチェックしていただけると嬉しいです。はい、はい、というわけで今回ね、はい、あの
締め切りましたというのとありがとうございますっていうのと、これからもまだまだいろいろありますよっていうご報告でございました。ありがとうございました。オットーのチャンネルいいよって思ってくれた方はチャンネルなんだっけ、チャンネル登録とあと高評価ぐだぐだになっちゃった。はい、お願いいたします。ありがとうございました。JR 秋葉原駅徒歩2分、日本でも珍しい電子ピアノ専門店。国内外主要メーカーの電子ピアノを多数展示しています。実際に弾き比べてその違いをゆっくりと確認していただけます。専門知識を持ったスタッフがあなたにぴったりの電子ピアノをおすすめします。またオットーではピアノ教室を併設しています。まずはお気軽にピアノを弾きにお越しください。電子ピアノ専門店ピアノ教室オットー秋葉原、無料体験実施中。